キャスリガン・アンビグローはアメリカ合衆国の映画監督。SF アクション・ホラーなど幅広いジャンルの作品を撮っている。史上初の女性によるアカデミー監督賞受賞者。カリフォルニア州産マテオ・グンツさんカルロス出身。父は塗装工場を経営し、母はノルウェー系で図書館司書。同州フラートンのサニーヒルズ高校を卒業。 初期は現代アーティストとして活動し、1972年にサンフランシスコアートインスティチュートを卒業後、ホイットニー美術館の学習プログラムに進み、リチャード・セラやローレンス・ウェーナーといった有名アーティストの下で学んだ。若い頃はロバート・ラウシェンマーグとも活動し、作曲家のフィリップ・グラスと共に、マンハッタンの中古アパートをリノベーションして販売する事業を手掛けたこともある。 その後コロンビア大学芸術大学院に入学し、映画理論と批評を学ぶ。在学中の1978年に短編映画、ザ・セット・アップで映画監督デビューし、当時教授だったミロス・フォアマンの公表を終え、修士号の一部として提出した。1981年に初の長編、ラブレスを制作。この頃ギャップの広告モデルも務める。 1989年にジェームズ・キャメロンと結婚したが、1991年に離婚した。元夫キャメロンの小説を原作にした1995年のストレンジ・デイズ、1999年12月31日は、1万5000人のエキストラを動員した大作だったが、制作費4200万ドルに対し興行収入800万ドルという、 歴史的赤字となってしまう。2002年の K-19 も制作費1億ドルに対し国内工業収入3500万ドルと全く振るわなかった。イラクでの爆発物処理班の任務を描いた2009年のハートロッカーは制作費1500万ドルの低予算映画ながらベネツィア国際映画祭で高い評価を受ける。本作は 同年度公開となった元夫キャメロンのアバターと賞レースを争い、第82回アカデミー賞でも大きな話題となったが、結果的にハートロッカーが作品賞、監督賞、オリジナル脚本賞、編集賞、音響編集賞、録音賞の6部門を制し、ビグロー自身も史上初の女性による監督賞受賞という快挙を成し遂げた。ありがとうございます。